トヨタ GT1 は、トヨタが1998年のルマン24時間レース参戦用に開発したレーシングカー。建前上は LMGT 規定に該当するグランドツーリングカーとなっているが、実体はプロトタイプである。正式名称は GT1 であるが、TS010 の流れを組むスポーツカーとして、形式名の TS020 でも呼ばれる。 活動者年度の1998年は、フランス西部自動車クラブが独自に規定している、LMGT1 にのみ依拠しており、国際自動車連盟国際スポーツ法典不足、j c のグループ GT1 とは、無関係のフリーフォーミュラであるため、FIA グランドツーリング選手権への参加資格はない。t s 0 1までのマシンは、日本国内で開発されていたが、GT1 は、 ドイツのケルンに拠点を置くトヨタのレース紙会社トヨタ、チームヨーロッパで開発された。設計は、プジョー905などを設計したアンドレ・デコルタンズ。テストカー、行動車仕様を含め7台のみが生産されている。ダラーラが製作に関わったモノコックは、屋根まで剛性を持たせた完全一体型で、後方にエンジンをストレスメンバーとして、強しけ ボディはフロントリフューザーなどグランドエフェクトを最大限に利用した複雑なデザインで GT カーとしては画期的だった。足回りは前後ともプッシュロット型ダブルウィッシュボーンを採用しフォーミュラカーのような長いアームを持つ。横置きシーケンシャル6速の自社製トランスミッションを使用し6メガライン社製空気圧作動式パドルシフトシステムを採用した。 しかし徹底的に性能を追求したために居住性や整備性は劣悪だったという。片山右京によるとフロントウィンドウの左右に太いピラーがあることとホイールハウスの高い隆起があるため前方左右の視界も良くないという。市販車のプロモーションを重視していたトヨタからは クローズドボディにするようにという指示はあったが、デコルタンツはもともと空力効率と自由度の観点からクローズドにするつもりだったという。エンジンはグループ C 用の R36V を改良した R36VR を使用。R36VR には新たにフレッシュエアシステムが採用されたが、1998年はそれが原因で燃費に苦しんだ。 また1999年型は、リストリクターの取り付け方法変更が認められたほか、LMGT-1 の廃止によって、LMGTP クラスとしてエントリーしたため、出力は 600PS から 700PS になった。リアセクションは、キャビンが後半部より急激に絞り込まれ、また極端に薄いデザインとなっている。これは、当時のレギュレーションにおいて、GT-1 クラスの車両は、 規定容量以上のトランクスペースが必須であると同時にレース用燃料タンクの設置場所はトランクスペースでも良いというルールブックの隙間をつく形で実現されている。具体的には運転席の後ろに確保されたわずかな空間をトランクスペースとして申請しそこにレース用燃料タンクを配置することでリアセクションの得意なスタイルを実現している。 最高速は1998年のルマンで時速 343km、1999年は時速 351km を記録した。1998年は LMGT 規定でエントリーしたために EU 放棄に合致させたロードバージョンも一台製作されたが、その外見はレースカーとほぼ同一で前輪のトレッドや車高、そして ナンバープレートの有無程度しか差異がなかった。もちろん、この車両が実際に市販されることはなかった。規定で定められている、ラゲッジスペース位置の解釈、最低生産台数を定義していた、ロードカーの存在など、LMGTE 規定の裏を書いた、あくまでも、競技車両ありきのロードカーであり、そのデザインは1994年のアークス車 C の、ポルシェ 962C に、 保安部品を付けただけの GT ウアー九百 962GT を早期させ、当時の他のエントラントから避難が殺到した。また、すでにホモロゲーションが有名無実化していた LMGT1 クラスが廃止され、1999年度より l m g t p クラスへと改定される契機となった。ただしホモロゲーション取得条件の緩さを利用して、 このような市販車を開発するのは1966年の FIA 国際スポーツ法展開編以降、モータースポーツ界では一般的に行われていることであり、同法展不足 j c のグループ GT1 でも、ポルシェ 911GT1 で同様のことは行われていた。高動車仕様の LM803 は、エンジンは V8 ツインターボであるもののプレチャンバー、ターボ、 エギゾースと燃料供給システムなどはレース仕様とは異なる。またサイドブレーキとシガーライター KAM1998 のナンバープレートも装備している。現在も TMG のエントランスホールに保管されているが、隣に置いてあるのがカローラ WRC と TS050 ハイブリッドのカラーに塗装された TS030 ハイブリッドであることからも、 TMG にとってのその存在の大きさがわかる。コックピット内部エンジンカウル内部1998年のルマン24時間レースに LMGT1 クラスへ3大体制で参戦。際立った速さを見せたが懸念されていたミッショントラブルが多発した。27.28号車は序盤からミッショントラブルを抱え優勝戦線から脱落。 29号車は深夜と早朝と2度にわたり、同様のトラブルに見舞われるが、27.28のトラブルシューティングを生かし素早く修復。しかし1位を走りながら、残り1時間15分のところで3度目のミッショントラブルが起こり、ピットに帰還できずりタイヤ。優勝戦線から離れた28号車は、ファステストラップを記録するが、夜半にクラッシュリタイヤ。片山右京。 鈴木敏夫、土屋圭1組の27号車が総合9位に食い込むに止まった。1999年は LMGTP クラスに3大体制で参戦。昨年見せた速さと2年目であることの信頼性により絶対的に本命視されていた。1インチ小さくなったタイヤと燃料タンク容量が 10L 削減された規定に合わせて細部をリファインした改良系を投入。 1>, 1号車、2号車がフロントロード苦戦する圧倒的な速さを見せた。下馬表ではトヨタ圧倒的有利というものだったが、実際にレースが始まってみると意外にも BMW V12、LMR、メルセデスベンツ CLR を引き離すことができない展開となった。そして1号車が序盤にトランスミッションの油圧系のトラブルにより大きく、 順位を落とし優勝戦線から脱落。その後ガードレールにクラッシュリタイヤ。2号車は序盤から BMW17 号車と同一ラップでトップ争いを展開していたが、夜半に買イクラスの車にツイートつされてクラッシュリタイヤ。3号車は抑えたペースで走行していたが、ここでペースアップ。それまでのペースの遅さから3号車は、 BMW17 号車から4周遅れ15号車から1周遅れにされていた。残り4時間で17号車がクラッシュリタイヤ。優勝の目が見えた3号車はファステストラップを記録しながら激しく追い上げ15号車に22秒差まで迫りゴールまでにトップに立てる計算だった。しかしユノディエールにて 時速 328km の速度で、左後輪のタイヤがバースト。片山のとっさのマシンコントロールにより、体勢を立て直しクラッシュは免れたものの、緊急ピットインを余儀なくされ交代。結果は、総合2位でゴールした。この年は、ルマン富士 1000km にもエントリーした。これが3戦目にして、TS020 最後のレースとなったが、 タイヤ戦略の稚拙さ、2度の木旗追い越しによるペナルティストップにより、日産 R391 に優勝を奪われまたも2位に甘んじることとなり、一度も総合優勝を果たすことなく、レースの舞台から姿を消すこととなった。その後、会一にエントリーを表明したトヨタの技術試験のテスト車として、エンジンやブレーキ、その他補給類等の比較検討に供され、 しばらくの間テスト走行を行っていた。また個人に売却された車両も存在し、イベント等で姿を見せることがある。九百九十八年シオリアビュートラブルにより、結果は残せなかったものの戦闘力の高さは折り紙付きで、ライバルからも注目を集めた。特にベントレースピード八はデコルタンツが、あれを作った人間たちは GT1 の細かいところまで写真に撮っていて、 空力的な作りだけでなくサスペンションのデザインから何からも GT1 のコピーを作った GT1 のクローンと語っている。ありがとうございます。